スパありきのこれからの美容の技術だと思うので特にあのこれからね40代50代に突入していく女性たちはやっぱり容姿も気になりますけども体の中からきれいにして中から出るこう綺麗さもあの必要になってくると思うのでスパなり技あの知識あってのこうカットやパーマの技術がついてくるので今までとちょっと。 逆転の考え方で行かなないいないいいいととけ真剣に思っていますそれとやっぱりお客様は今たくさんの情報を持っているのでそれ以上のものを持ってこないとお客様はついいててきてくれないですね結果が現れるそしてこうすればこうなるっていうのがきっちりとデータ化されているというかデータ化文書化っていうかされているので。 やっぱりスタッフさんのサポートですかねたくさんのスタッフさんがついてくれているので心強いです美容師17年やってるんですけどこんなにそこまで頭皮に頭皮のことをあんまり考えてなかったなっていうのが現状で生き残っていくためにっていうのもあってその他店との差別化っていうのをスパで出していきたいなと思って。 で取り組んだきっかけです頭皮だけのことじゃなくもう体もですしお医者さんみたいな感覚でスパをしてるっていうのがもう他のでは絶対教ええててもらなないなっていっうのがあります頭皮診断ではその頭皮を見てどれぐらい前に自分の体の調子が悪かったとかっていうのをもう見ただけで判断できたり。 も触ってピンポイントにお客様にすぐ説明できるポイントがすごいなと思います。いいそのカットをするにはいい頭皮を作らないまあ土台を作らないといけないと思うので、やっぱりその土台を作るのにヘッドスパっていうのはすごく大事なものなのかな。だから中途半端なものでそのメニュー化にしたくなかったっていうのも。 あってですね、やっぱり本物のヘッドスパっていうのをすごい習いたかったので結果が出るヘッドスパですかね気持ちがいいとかあなんかすっきりしたわっていうものじゃなく全体がやっぱり軽くなるっていうところがそのすごく特徴的なのかなっていう。ボンの,の用途ですとか あとその筋肉の流れであったりリンパの流れっていうのもそのどのようにこうアタックをかければどのようにこうリンパが流れてっていうのを本当にもう位置から細かくその分かった上でそのヘッドスパをするので1日だけじゃとても覚えれないものだと思いますし。 新規のののお客様のスパの予約が増えててきたのががびっくりしています新規が10人いたとすると3人ぐらいがスパも一緒にっていうのはあります合わせてリフトアップのあの講習も受けさせていただいているのでもう頭皮をやった後のリフトアップって確実に効果が上がるのできっちりとメニュー化して試していただきたいなと思っています。50%ぐらい ほぼ女性のお客様ばかりなんですけれどもえっ、ー、と年齢でいうとやっぱ40代以降のお客様今2種類なんですけれどもスパシャンプーしてトリートメントをつけてっていう30分のコースで3670円でリフトアップスパが40分ぐらいで5770円でしてますほぼほぼリフトアップのお客様が多いです今は。 メイク落とさなくてもいけるんですぐに結果が出るのとそんなにお直ししなくてもいいっていうところでほとんど喜ばれてます毎月40人ぐらいそのヘッドスパをされる方っていうのがいらっしゃってて3週間に1回ぐらいコンサートにされる方がその効果が得られやすいということでまあそっちの方まあ 3週間に1回そのヘッドスパだけ来ていただいてでその次カットとヘッドスパみたいな形にそのお客様にはちょっと声描けをさせていただいて若干そのヘッドスパで来られる方っていうのも増えてきてます。まずスパシャンプー というコースそして、えー、スパベーシックというコースそしてスカルプコースというコースがございます3コースは何が違うかと言いますと、えー、しっかりスパという技術の中で、えー、スパをしするようなマッサージをシャンプーの中に取り入れていきますスパシャンプーは頭皮をかくことをあの一切せずに毛細血管を刺激し しっかりと血流を上げていき、筋肉を緩ましていく。いわゆるシャンプーで汚れが取れるだけではなく、お顔の透明感が非常にアップする。そしてお顔をリフトアップするような効果。何よりですね、自律神経が整いますのでリラックス。体全体がボカボカしてあのリラックスするという効果が非常にあります。えー、この時間がですね、4時間今年お時間のコースをいただいております。 次にスパベーシックというコースなんですが、アイビティのスクールで受けますと、2日間の14時間になります。体幹・呼吸法から毛髪・理論・まあ知識とスパベーシックのコース、18分コースを学んでいただきます。私としては、すでにスパをされている方で、スパ比率が40%以下の方は、ぜひ受けていただきたいと思います。 スパベーシックという技術をしっかりとスキルアップされることでスパの比率が40%以上になるということは私たち受講されている皆さんの結果から聞くことなのでぜひよかったら見直しスキルアップのたたために受けけてていただけたらと思っております最後に「スカルプスパ」のコースですがこれはですねえっと私がとっても大切にしている基礎をきっちりできるまで。 お付き合いいいさせていただくというコースですもちろんスパショートコースですねスパベーシックコースとは違いより深いところまで技術知識に入っていきます5日間ほとんどマンツーマンの技術ですので限定8名様でさせていただいております7時間かける5日間ですので35時間みっちりと習っていただきまして本コースとして終了された後にに25分から30分のコース のヘッドスパの技術っていうことが習得できるようになります。